一般ネットはアメリカ合衆国環境保護庁の水道水資源化により開発された官盟解析用のパブリックドメインソフトウェアである。一般ネットは排水管内における水理学的要素と水質学的要素の減少について長期のシミュレーションが可能となっており、排水システムにおける水道水の構成要素の動きと増減についての理解を手助けする研究ツールとして設計された。 イッパネットが初めて発表されたのは1993年である。イッパネットにはスタンドアローンプログラムとして及びオープンソースツールキットとして利用されている。このコンピューターエンジンは多くの強力なプロプライエタリーソフトウェアおよび GIS セントリックなどを開発している多くのソフトウェア会社により使われている。イッパネット3が最後のバージョンとして2012年に リリースされる予定である。H. T. T. P. W. 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 A. T. E. R. S. I. M. U. L. A. T. I. O. N. ドット W. S. P. ス二零一零九スラ二一 E. P. N. E. T. 三 E. P. N. E. T.。は任意のサイズの排水システムを扱うことができる。 十分に開発された長期の推理学的な解析が可能となっている。イ般パネットのビジュアルネットワークエディターは配管ネットワークモデルの構築プロセスやそれらの属性の編集を単純化している。それらの様々なタイプのデータは可視化ツールにより、ネットワークの解析に役立ち、グラフィックの閲覧、表形式でのデータ閲覧、特別なレポートの閲覧に用いられる。イ般パネットは バイナリーファイルフォーマットを使用しており、DX 解、Windows メタファイル、ASCII ファイルフォーマットでのインポート及びエキスポート機能がある。イ p ネットの ASCII ファイルフォーマットは、イ p ネット内ではインプットファイルと呼ばれており、ファイルの拡張子として IMP が使われている。このインプットファイルフォーマットの IMP は、水使用量、ネットワークポロジー、よびコントロールルールを表しており、 多くのフリー及び商業用のモデリングパッケージによりサポートされている。そのため、おそらくはこのインプは業界基準としてみなされている。排水システムをモデル化する場合の長さ単位として、1フィート、2メーターズ、3ディグリーズ、4ノンが選択可能である。メーターの場合、X 軸 Y 軸ともにの広さで排水システムのモデル化が可能。 DXF ファイルは d x f に e p a という外部機能にてインポート可能。http://wwater-simulation.com w w WSP2005-06-03DXF2EPA を当キャド DXF ファイルコンバージョンユーティリティ4イパネット配管および海水路流れにおける損失水筒式イパネットでは流れにおける 損失水筒を以下の3式から1つを用いて計算できる。蒸気の損失水筒式が感網解析に使用されるので、1つのモデルに対し1つの損失水筒式を選択できる。ポンプの用ほど流量曲線にイパネット内では、用ほど流量曲線を採用するために渦巻きポンプをモデルとしている。用ほど流量曲線とは、ポンプにより排水システムに加えられる水筒と、 ポンプによる送水量との関係を定義したものである。このモデルではこの曲線に基づいて与えられた排水システムの水筒条件に対しポンプごとによる送水量を計算している。一般ネットではポンプごとの下流側に任意で一定のエネルギー量を効果的に加えることができる。用ほど流量曲線は入力データの数により次の3つの曲線に分かれる。 解析方法イパネットに採用されている関門解析の手法はニュートン法を変形したものでトジニとピーラティにより初めて提案された勾配法を使用している。イパネットは水の滞留時間をモデル化する機能や反応性物質の流れや単純な条件下では非反応性物質の流れも予測する機能を有している。これらの機能は 特に排水システム内の残留塩素の予測に用いられる。イッパネットのデフォルト機能では単体の物質のみの生成消失のみしか評価できないが外部機能では物質間の反応をモデル化することが可能である。イッパネットのコンピューターエンジンは他のアプリケーションとの共同利用のために個別のダイナミックリンクライブラリーとしてダウンロードが可能となっている。 イッパネット2のソースコードはアメリカ合衆国環境保護庁のイッパネットウェブサイトで利用可能である。イッパネットはほとんどの排水システムモデルの開発やメンテナンスのためにコンピューターエンジンとして使われている。主要な推理モデルパッケージとして一家が挙げられる。これらのアプリケーションのほとんどが水使用量、配管シナリオ、 他のデータソースとの様々な方法でのデータ統合についての機能があるがイパネットではサポートされていない。ありがとうございます。